私は金属エビスです。いや今日はギリギリお足元が悪くならなくてよかったなと思ってさっき前説いろいろ喋ってたと思うけど、ルシファーストーン探しに行った人ってどれくらいいたの？あ、結構もう会場の8割の方がいる。本当ですか？え？わかった。そうなんですよ。いろいろ先ほどおしゃべりをしましたんで、曲の解説からいきますか。1曲目、はい、今日は曲順公開してないんで。そうだ、珍しいね、はい、分かんないな、分かんないです。1曲目がアシュラの如くからアシュラの如く、一応アルバム名と曲名。2曲目が鬼ヶ島、なんだっけ、針金虫の如くっていう LP に今入ってます。高校2年の時に作った曲で、百物語っていう幻のアルバムがあるんですね、はい。高校2年の時の録音物を、LP で入れてます。そう、それのね、うん、このベーシストがこの間ホロ酔いの CM 出てて、まあ、Facebook で見た。そうそうそう、高橋優のバックバンドのベーシストなんですよ、ね、今その鬼ヶ島を作った。そう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 、